まこれから戻るところなんですけれども、今日はちょっと夜のね道を撮影してみようと思います。で、車のナンバーがですねちょっと入ったりするときはぼかしっていうのがねありますので、それを入れれば大丈夫かなということでね、そのぼかしをする技術をね覚えましたので、そうやって少しずつ映像に関してもね覚えていけるなっていうことを感じています。で、今回は何を話すかっていうと、また忘れてしまったんですけども、少し前に常識をですね疑えと、常識が正しいわけではない、常識はむしろ間違っていることが多いっていうことを述べました。で、これはもういろんなところに見られるわけです。で、例えばですね、日本人はまだまだ進化論っていうのを定説のように思っている人が多いかもしれないですけど、進化論っていうのはあくまで仮説なわけですよね。ダーウィンが唱えた進化論、これは絶対的な真理ではないわけです。あくまで仮説の一つということです。で、実は世界ではもうそんなにこのダーウィンの進化論っていうのは信じられていない方が多いわけです。で、なぜかっていうことなんですけども、これはよく考えたらわかると思うんですけれども、猿と人間はそんなに違わない、なんか遺伝子の 99% くらいは一緒だということもね言われたりするんですけど、チンパンジーですかね、人間とチンパンジーは。でも結局ですね全く違う生物ですよね。ですからそうやって見ていくと、進化論っていうのは本当に正しいのかなっていうことも言えるわけです。進化論っていうのはあくまで一つの仮説であり、例えば初めに海から命が生まれて、そしてそこから陸地に上がって両生類とか、そして爬虫類、哺乳類と、そういうふうに進化してきたっていうんですけれども、それがですねその間の部分ってないわけですよね。例えば爬虫類と哺乳類の間の進化の途中の生物なんていないわけですよね。見つかってないわけです。で、それっていうのはミッシングリンクって言われてて、失われた鎖というか失われた輪っていうことでね、つながりがぶつ切れなわけです。ですからそれが見つかってないと言うんですけども、ただ単に初めからないだけの可能性もあるわけですよね。だから進化論っていうのが僕は絶対に間違いだというつもりはないんですけれども、ただ普通に考えたら進化論っていうのは考え難いなと僕自身は感じています。で、これはよく調べていただきたいんですけれども、じゃあ何かっていうと、初めから人間は人間だったというわけですよね。そして猿は猿だったと、それが一番スッキリするなと僕自身は感じています。で、猿から人間に進化する途中っていうのはねちょっと考え難いわけです。しかもどれだけの年月がかかってるかっていうことですよね。ものすごい膨大な年月で徐々に進化していったっていうんですけども、そんなに長い年月かけて進化するっていうのはゆっくりすぎるわけですね。その中でどうやって進化しているのか、で、今の人類を見ても分かるように長い年月かけてそんなに進化はしてないわけですよね。もともと人間は人間の機能を持ってて、初めから実は完璧なデザインを持って生まれてきてる、作られてるっていうふうに僕は感じています。で、それは人間の機能を見たら分かってくるわけです。人間の体の機能とか仕組みとかを見ていくと、もう本当にすごいんですよね。神秘的というか、もうまさに完璧なデザインなんですね。ですから初めからねもう完璧なるものとして創造されたと見た方が自然なわけです。じゃあそれを作った存在がいるというふうに考えられるわけですよね。で、それは人類は今まで神だということで、神を宗教のところで作ってきたわけですけど、でも元々はといえば神っていう概念もね、だんだんとやっぱり宗教ができるに従って作られてきたわけです。で、本当は
全ての存在は多分一つなわけですね。創造主っていう存在のようなものがいる、サムシンググレートとかね、いろいろな言い方で言われますけども、それが神に相当するのかもしれないですし、そういう全てを作った存在がやはりいるわけですよね。でそれは聖書とかね、そういったものにも記されているわけです。で聖書が正しいか正しくないかっていうのは正直わからないですけども、ただ真実の痕跡はですね残っているというふうに僕は感じています。でそういうようにねちょっといろいろと見てきましたけれども、常識っていうのは決して正しいとは限らない。進化論の一つとってもそうですし、この前言った腸管造血とかね、造血はどこでされているか、人間の体は腸管造血がされてるんじゃないかと、骨髄造血っていうのは間違いではないかと、でも常識では骨髄造血が言われているわけです。ですからそういうので見ていくと、いろんな部分でまだまだですね矛盾というか間違っているんじゃないかっていうことがたくさんあるわけです。常識っていうのにとらわれない、常識っていうのをむしろぶち壊していくという気持ちでね、何もかも否定しろっていうつもりはないんですよ。ただ初めに疑って調べてね、検証して、そして見ていった方がいいということですよね。初めから鵜呑みにするのではないということですね。そういったことを僕自身はなんとなく普段からね思っています。ということで長くなりましたけれども以上になります。最後までありがとうございます。